接下来这位嘉宾来自中国上海，那他会说上海话、国语、日语、英语，现在还正在学粤语、西班牙语和韩语，太厉害了吧！こんにちは。私はアンジェラです。日本に来てもう8年経ちました。今猫ちゃんと2人暮らしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この前僕と一緒に日本のおやつをご紹介させていただきました。这个打开以后有两只蜘蛛在里面。ご覧になっていただいたでしょうか。对你来讲日语哪个地方比较困难呢？どの部分が一番難しいと思ったんですかね。一番難しいと思ったのが外来語ですね。まあ、もともと英語の発音のもので、日本語はカタカナで表現されている言葉ですね。なんでカタカナ語が難しいんですか？英語の漢字で話したらいいんじゃないんですか？そうですね。カタカナがこういう転換があるので、まあ、英語からまたいきなり日本語英語に変換しないといけないから、そういうところがちょっと難しかったですね。なるほど。どういうふうにその難しいところを克服したんですか？やっぱ日本人の真似をすることですね。ああ、真似するんですね。日本に来てばっかりの時、日本人の友達がいなかったので、先生たちと話したり、もう日本のドラマを見ながらセリフとかを真似する感じだったんです。ドラマ見る人が多いんですね、勉強するときは。其实呢，有很多学外语的人都会觉得学语言呢。一开始呢都会觉得自己成长得非常的快，但是到了一个难的点的时候呢，我们呢就会这样子有一个瓶颈期在这里，要坚持一段时间之后呢才能再往上成长。但是有很多人在瓶颈期的时候就会因为太难而放弃。那我们问一下，在遇到瓶颈期的时候是怎么做的呢？落ち込んでたりしたんですか？それとも頑張って乗り越えたんですか？そういう成長はなかなかしない時期がもう何回もありまして、一番印象に残ったのが、まあ、大学に入った時ですね。先生の話とかは普通に聞き取れたんですけれども、発表の時が日本人の発表からの私の発表で、本当に中学生の発表と大学生の発表みたいな感じだったので、結構ショックを受けまして、その後に日本人の学生たちの真似したり、アクセント発表言語をきちんと注意しながら何回も何回も練習しました。結構頑張ったんですね。学外語的时候最推荐的学习方法又是什么呢？まあ日本語には限らないんですけれども、この国の言語を学ぶ前にやっぱりこの国の文化と日常とかをきちんと理解しないと、その言語上達にはならないと思います。日本語を勉強しようとしている時はちゃんと日本の文化とか味わいながら勉強した方がいいかなと思います。例えば日本でもまあ曖昧とか結構あるじゃないですか。こういう文化とか、まあ、ちゃんと知らないとやっぱ向こうの話した意味とかはきちんと理解できないわけですよ。なるほど、すごいいい話聞きました。最後有没有什么建议可以给大家的呢？ドラマとかアニメとか見たり、その中の人のセリフを真似したりしてたんですけれども、全ての人を真似するじゃダメなんですね。なるべくちょっと自分の声より低い人の真似をした方が喋るときに自然に聞こえるかなと思います。じゃあやっぱり一番いい方法は真似ということですね。はい。